はい、です。今回ですけども、今回のね、18時の1本目の動画は、このタイミングで、あえて昔の動画を公開してみた。はい、ということで、めちゃくちゃ前に上げた、もう本当に1年前ぐらいに上げた動画を、ちょっとこのタイミングでもう一回再公開してみようかなって思います。そしてどれぐらい、再生数が取れるか。はい。まあ多分ね、みんなもね、まあ一番最初の頃から見てくれてる方は、もう多分、何?結構、前の動画なんで覚えてる人も少ないと思うし、懐かしい気持ちにもなれるし、でね、最近見始めた方はね、初めて見る人もいると思うんで、その動画をね、まあ、だからぜひちょっとね、このね、18分の動画で、再公開してみるんで、皆さんね、ぜひ最後まで見てくださいということで、じゃあ、今からね、もう行きますね。はい。ということで、VTR、どうぞ。はい、でもジラルチャンネルです。今回なんですけども、今回の動画はね、僕の今月に買った購入品をね、紹介していくということで、11月の購入品紹介というね、動画になっております。いつもの動画は GU とか、プチプラのファッションをね、紹介していると思うんですけど、今回の動画はそういったね、いつもと違うようなね、購入品を見れると思うんで、ぜひね、楽しみに見ていただけたらなって思います。前回もね、10月のね、購入品紹介やってるんでね、ぜひね、そちらもね、見ていただけたらなって思うんですけど、ということでね、じゃあ早速1点目から紹介していきたいと思います。1点目なんですけど、1点目はね、今こちらに来てるノースフェイスのダウンベストですね。このダウンベストなんですけど、これはね、こちらの商品は古着屋で買いました。実際に買ったところをね、一緒に紹介していくんでね、参考にね、していただけたらなと思うんですけど、僕が買い物行くところは、渋谷原宿をね、うろちょろするっていう感じなんですけど、こちらは、竹下通りの、わかるかな?竹下通りの、シカゴっていう場所わかりますか?竹下通りっていろんなお店あると思うんですけど、地下1階に、シカゴっていう古着屋さんがあって、僕はね、そこで買ったんですけど、今年はこういう生地ですね。ちょっとテカってるような感じで、こういうね、ノースフェイス。で、赤黒と。なっております。僕は今季の冬はね、22のウィンターはこのダウンベストがね、流行るというね感じで思ってるんで、今回はねこのダウンベストをね集めてきたんですけど、集めたっていうよりもね、今回の購入紹介ではこのね1点なんですけど、このどうですか、赤黒のねこの色がかっこいいなと思ってて、買ったところのお店にこの全く同じような赤黒のノースフェイスのダウンベストが2個あって、1個が1万3000円ぐらいで、これが1万6000円ぐらいなんですけど、店員さんに何の違いなんですかって聞いたら、なんかレア度が違うらしくて、なんか実際ここのチャックについてるこういうところも違ったり、ここに700って書いてると思うんですけど、ここが書いてあったりなかったりっていうので、この700って書いてある方がレア度っぽくて、実際にこっちの方が値段が高かったんで、じゃあせっかくなら3000円ぐらいしか買わないんでレアの方買おうよっていう。であとなんかこの中に入ってる綿の温かさというか分厚さもちょっと違って、今回ねこちら買いました。値段はさっきも言ったんですけど1万6500円ですね。でこちら購入させてもらいました。これとかはねデニムとかシンプルに合わせたり、赤と黒なんでホワイトのパンツとかにね合わせたらめちゃくちゃおしゃれになるかなって思ってね、購入させてもらいました。この動画で紹介したアイテムを使ってルックブック撮るんでね、ぜひねそちらも見ていただけたらなと思うんですけど、10月の購入紹介で紹介したアイテムを使ったルックブックの動画をまだ撮れてなくて、ちょっとすぐね撮るんでね、そちらも見ていただけたらなって思います。じゃあね2点目いきたいと思います。1点目はね、こちらのね、こちらはネクサスセブンっていうね、ブランドなんですけど、渋谷のパルコに入ってるブランドなんですけど、これめっちゃかっこいいんですけど、僕、ちょうど黒のスウェットで、ピンクのデザインが入ってるスウェットを探してて、そのお店の横通ったらぴったりその商品があって、寄ったんですけど、僕、これ初めて買うブランドだったんですけど、こちらのスウェットですね。これ、かっこよくない?こういうちょっと文字のさ、フォントのデザインがかっこいいなと思ってて、ちょっと尖ってるようなフォントのデザインで、黒のスウェットにピンクのデザインが入ってるっていう。で、こちら後ろは、後ろなんかね、こういうなんか、剣みたいな感じになってて、後ろもね、かっこいいかなと思って買ったんですけど、ちょうどこういうスウェットを探してて、ここのブランドです。ネクサス7っていう、わかりますかこれ。こちらのでは24,200円ですね。見てるわかると思うんですけど、こんな感じで、ちょっとね、オーバーサイズ気味のスウェットで見えづらいと思うんですけど、デニムにもあったり、そうですね、こんな感じの2点目ですね。僕初めてネクサス7っていうブランドに入って、シンプルのスウェットとか結構置いてあったりしてて、今度からそこでちょっと買ってみようかなって思ってね、今回こちら買わさせてもらいました。ちょっとピンクとオレンジの混ざってる文字の外側がちょっと紫っぽくなってるようなデザインのねスウェットでね、生地もね、分厚くて、僕のスウェット史上一番最高の分厚さでね、めちゃくちゃいいアイテムとなっております。
なので、ね、こちらね、ぜひね、渋谷のパルコ何回か3階か2階、2階かな ?2階にあったんで、ぜひ、ね、行ってみてください。めちゃくちゃいいブランドです。ネクサス7です。ぜひ、ね、行ってみてください。ということでね、じゃあ2点目、こちら、以上です。3点目はね、こちらの商品になってます。今回パンツですね。このホワイトの、こういうパンツですね。太めのカーゴパンツっていうか、カーゴパンツに近いようなパンツになってます。ポッケがついてて、後ろもね、こういうシンプルな感じで、なんかね、僕も初めて行ったんですけど、こういうブランドらしくて、僕わかんないですけど、裏腹のサンタモニカっていうお店があって、でそこにちょっと気になったから行ってみたんですけど、古着屋だったんですけど、ちょうどねホワイトのパンツを探してて、こういうやつに合うかなと思ってね、ドイツのブランドらしくて、生地感もちょっとねスウェットではないんですけど、スウェットとカーゴパンツの混ざったような生地感で、このねホワイトのパンツ買ったんですけど、こちらねお値段3000円ですね。ちょっと安かったです。こういうところのお店が見えたサンタモニカっていう、僕はあの海外のブランドって言われると結構買っちゃう癖があって、海外のものを持ってるとなんかかっこよくないですか。もう先上2点紹介したんで、次ねパンツあと2点紹介していきたいと思います。4点目のパンツはこちらです。こちらはねシャカシャカのパンツですね。ベージュのシャカシャカのパンツになってます。全体で見るとこんな感じですね。こういうパンツです。僕はちょうどねシャカシャカのパンツを探してて、僕がもともとね今赤のダウンを探してて、あこれじゃないんですけど、赤のダウンを探してて、で赤のダウンを僕はもう買おうと思ってて、ベージュのシャカシャカのパンツで赤のオーバーサイズめのダウンだったら結構いい感じにねストリートっぽいファッションで着れるかなと思ってこちら買ったんですけど、こちらのお店は渋谷にある A ランドっていうお店、わかりますか？ A ランドっていうお店で韓国系のものが置いてある、韓国韓国系ファッションの商品がずらーっと置いてあるようなお店なんですけど、この商品は A ランドのお店のオリジナルブランドになってて、 A ランドのオリジナルブランドのパンツになってます。結構いろんな色があって、ホワイトとかもあったんですけど、ホワイトはねこちらで買ったんで今回ねこちら買いました。黒も欲しかったんですけど今回はねベージュを買いました。こちらの値段が4300円ですね。丈感もねこんな感じで下締まってるんで、結構ねいい感じのパンツになってるんで、こちらね買わさせてもらいました。じゃあラストね最後のパンツを紹介していきたいと思います。ラストの商品なんですけど、5点目はこちらのアーペー製のデニムですね。デニムというかスキニーですね。こういうねダメージというか色が褪せてるようなねデザインになってて、この色味が最高で、わかりますか？ちょっとこういう褪せてる感じの色が最高で、これチャックじゃなくてボタンになってて、後ろもねこんな感じになってます。ここかっこよくないですか？このこちらはブルーっていうね古着屋さんで買ったんですけど、ちょっと使い古した感の、なんか店員さんによるとアーペー製のパンツって元からこういうデザインで作られてるらしくて、なんか誰かが使ってこうなったとかじゃなくて、もともとこういう感じで作られてるっていう話を聞いて、少しダメージも入っててめちゃくちゃかっこいいじゃんと思って、スキニーデニムらへんはもうオールシーズンにね着れるんで一生もなんでね、こちら買わさせてもらったんですけど、こちらお値段10,000円ですね。多分ね定価はアーペー製のパンツ類は2万弱ぐらいすると思うんですけど、こちらはね10,000円でね買わさせてもらいました。ブルーっていうねお店はね、まあ古着屋なんですけど、いろんなねリーバイスのデニムとか、そういういろんなブランドの結構お高めなねブランドのね服とかもいろいろね古着として置いてるんで、ぜひ、ね、行ってみてほしいんですけど、全体で見るとこんな感じですね。下もねダメージが入っててかっこいいんですけど、はい、ということでこちらねラスト5点目の商品でした。はい、ということでね、今回の動画これで以上になるんですけど、僕がね今月の購入したね服たちをね紹介していったんですけど、この着用したアイテムとかはね YouTube ショートとかだったり、次の動画ルックブックだったり、インスタとか TikTok にもね載せるんで、ぜひねそちらもねチェックしてほしいんですけど、僕のね購入品紹介毎月やってるんでね、ぜひね次の月もね楽しみだよって人はねチャンネル登録して次の動画もね見てほしいんですけど、ぜひねこの動画がねいいと思ったらね高評価チャンネル登録ぜひお願いします。インスタグラム、TikTok、Twitter もやってるんでね、そちらもね、フォローお願いします。それでは次の動画で、バイバイ。